ご視聴ありがとうございます。マーベルスパイダーマン2をプレイしていきます。この動画は自身でプレイした戦闘シーン、移動シーンが含まれており、配信ガイドラインに従った投稿内容となります。
僕は、なんてことをしたんだ。怖がらなくていいのよ、ハリー。あなたは力を手に入れたの。私たちの夢をようやく叶えられる。私たちでこの世界を癒しましょう。どうやって？私が見せてあげる。で癒すんだ、全人類を。どうやって探し出せばいい？祭壇のバッジは電波を発してる。ハリーが今もバッジをつけてるならオズコープの衛星で見つけられる。バッジつけててよ。よし、あっちから強い信号が。急ごう。信号が動いてる。まだ身につけてるんだ。スーツ着てる間ハリーにひどい態度取ってた。ハリーを見つけて謝って説得しないと。そこで待ってて、今助けに行くからね。あのスーツを脱がせてお父さんと博士と一緒に治療法を見つけてみせる。きっとね。信号が止まった。そこにいてよ。位置情報を絞り込んでみよう。高架線の下にいるのか。何なんだ、ハリー、ここにいるの？クソ、バッジだけか。でもまだ近くにいるかも。僕の声さえ届けばきっと分かってくれる。よし、あそこだ。ハリー、僕だよ。ねえ、ハリー、聞こえる？必ずもっといい治療法を見つけてみせるよ。ハリー、ハリーじゃん。治療の力が恋しくなってきたかも。仲間、ハリーがこの人たちをシンビオートに変えた。最悪だ。どうすれば傷つけずに倒せる。
されたみたいだ。暴れないで、じっとして。もう大丈夫、多分ね。こいつら凶暴だ。マイルズを呼ぼう。マイルズです、いい知らせをどうぞ。マイルズ、ハリーがまずいことにスーツに乗っ取られて、町のみんなをシンビオートに変異させてるみたいなんだ。耐えてはいるけど、これじゃキリがなくてさ。こいつらをみんなから引き剥がす方法を考えなきゃ。電話して。手遅れになる前にハリーを見つけないと。気分は平気。マイルズ、手を貸してほしいんだ。留守電聞いたよ。ごめん、母さんを探しててさ。クレイブンが死んだって聞いた。いや、これハリーが。多分ハリーを止めなきゃ。僕に考えがある。ピートが乗っ取られていた時、音を嫌がっていただろ。あの金、でもあれを持ち歩くわけには。大丈夫、スマホのミキシングアプリで金の音を再現できればハリーとシンビオートと戦える。天才だね。音楽技術専攻で助かった。大学の試験官にも僕のこと勧めておいて。関係。やっと出た、おばさんと。探してたのよ。それはこっちのセリフ、メッセージ送ったでしょ。あなたを探しに地下鉄に乗ったから受信してない。無事でよかったぜ。おばさんと家に戻るから帰ってこいよ。まだやることはあるけど、なるはやで帰るよ。オッケー、クレイブンの鐘の音を再現しよう。ここに使えそうな音はあるかな。ここ反響しまくり、使えそうだな。ヤッホー、リバーブバッチリ、完璧。クレイブンの鐘と同じ形、ミニチュアサイズだけどね。ボートで鐘を格納庫に運べるかも。エンジンはあるけど動いてない。よし、やった。やった、スーパーエコーゲット。うわっ、シンビオート。もう北まで来たの。仲間が来る前にミックス終わらせよう。いい鐘の音だけど、少し音大きすぎかも。他の音を混ぜよう。良さげなコンテナだね。落としたらいい音響くかも。よし、取れた。あと少しだ。低周波のブーストが効いてるパルス音はと。例えばヘリの羽とか。上に乗ろう。ローターの近くに行かなきゃ。よし、ゲット。ローターの、また現れた。こいつはどこから。スパイダーマン、シンビオートにつけられた。手を貸して。今行くよ。音は取れたの。うん、あとはこれをなんとか武器にするだけ。それなら任せて、すぐ行くよ。ピートってば、どこにいるの。お待たせ、楽しんでる。笑えない、音転送するよ。うまくいくと。頼むよ、早く。オッケー。
たね、マイルズ。これじゃ人助け開始。ナイス。救命士に知らせておいた。手当ては任せておこう。明暗。地下鉄がめちゃくちゃ、完全に電車が止まっちゃって窓にネバネバがついてる。ガンアグナスサークルにいる電車に。おっガンケ、今行くよ。よかった、早く来てちょうだい。気をつけて。そっちもね。どうしてハリーはこんなものを作ってるの？やってるのはハリーじゃないよ。ハリーはこんなことしない。じゃあ誰が？神秘王と？なあ、確信はないけど新しい故郷を作ろうとしてるみたいだ。ハリー、あれがハリー。あいつは探すのは後。それより今はお母さんとガンケを救おう。気をつけて。シートが捨てた時と見た目が全然違った。君が救ってくれなかったらいずれ僕もああなってた。ガンケと母さんに連絡する。分かってる。まずはこいつらを倒そう。こいつらに変身したらどうしよう。今は考えちゃダメだ。とにかく倒して中に入ろう。やったね。スパイダーマン、待ってたよ。ドアが開かなくて。この触手をどかさないと。お願い、急いで。この触手生きてるんだ。しかも繋がってる。きっと中枢神経があるはずだ。当たり。神経に当てよう。引っ込んだ。これじゃダメだ。まだ電車に入ろうとしてる。神経が集中してる場所があるはず。うわ、すごい。大きすぎて一発じゃ壊せない。連鎖させられないかな。できるけど時間を稼がなきゃ。何分かかりそう？ねえ、聞こえた？どのくらいかかる？1分か、もうちょっとってとこ。スパイディセンス研ぎ澄ませて、一荒れ来そう。僕がと追い出したそうだね。あと数秒だけ耐えるんだ。やったね。お母さんとガンケを救おう。スパイダーマン、無事だったのね。何があったの？忘れることにしたんだ。自分のためにならないことをね。ほら。ありがとう。怖かった。死ぬかと思ったよ。一瞬走馬灯がよぎって。もう平気。なあ、俺さ、誕生日のミニゴルフでホールインワン決めて勝ったろ。ごめん、俺ズルしてお前が見てない時にボール入れたんだ。8歳だったし、
あとさ、ランチに交換でもらったサンドイッチまずかった。でもお前母ちゃんのパンちゃん好きだから黙ってたんだ。それと今アンディってことデートしてて、しかもスピードドラゴンの続編思いついちゃってさ。科学のクラスにいるアンディ、いい子だよね。お本当ありがとう。ねえ、邪険にしててごめん。もっと一緒にいる時間を作るよ。気をつけるのよ。ガンケ、アップタウンに行きましょう。夕飯作るわ。次はハリーを探そう。ダウンタウンに行く。アップタウンへ。ハリーを探しながら他のことも確認しておこう。オズボーンさん、どうしました？ハリーが心配でね、他に話せる人もいなくて。今のハリーがいつものハリーじゃない。私ハリーはいないな。なんだ。誕生日おめでとう。時が傷を癒してくれるというが真っ赤な嘘だ。君のいない日々が辛さを増していく。ハリーまで失ったら私はもうどうしたらいいか。ものすごく苦しんでる。ハリーを見つけて救わないと。しばらく MJ と話してない。連絡してみよう。最低な記事。実に素晴らしい。本当に？まさに大当たりだ。ようやくな。君の記事がバズってるらしいぞ。真の編集者の証だ。編集者？喜びたまえ。初仕事は朝までにもっとそそる記事を書くことだ。この記事みたいに議論を呼ぶ記事をな。また？ほら書いて。MJ、ああ、実は私首回避できたの。それでどうも昇進したみたい。やったね。目標だっただろ。ええ、そのつもりだった。あ、そうか、よかったね。ねえ、聞いて。実はハリーがまずいことになったんだ。え、何があったの？それが。待って、誰か来た。すごく説明しづらいんだけどさ、今はハリーに近づかないで。 MJ、ハリー、どうして。頼むよ MJ、 出て。 MJ です。メッセージなんて残さないだろうから、大事なことは DM で。じゃね。無事でいて。スパイダーマン、気分は？不安で焦ってます。ああ、そうじゃなくて、体の症状は？倦怠感とか痛みは？はい、また症状。研究ノートを調べていたんだが、シンビオートはチャネリングするんだよ。集合意識というやつにね。あのハイブマインドか。まだ君の中にも残っているかもしれない。え？慌てる必要はないが、ラボに検査をしに来た方がいいだろう。今はそれどころじゃなくて。それじゃ。今行くよ MJ。 MJ、 どこに。ハリー、ピート、ピリピリしちゃって。コーヒーは？ちゃんと話そう。お前、世界を救うのに疲れたんじゃないのか？毎日大変だろう。でも大丈夫。
僕が手伝ってあげるよ。目を覚まして。黙れ。これが本当の僕だ。夢を叶える力をやっと手に入れたんだよ。なのに僕を見捨てるの？ハリー、すぐにそれを脱ぐんだ。僕らをそれと呼ぶな。わかった。ハリー、僕らはハリーじゃない。僕たち、名前はベノ。